花風呂今日も始まるよ。花さんの感じはちょっと知りたいなと思ってました、うん、あのそのコロナに対してというか、コロナに対して最悪だろう。最悪に決まってるよ。コロナに対してはそう思いますよ、ね、もちろんライブがなくなっちゃったりとか、うん、そういうなんかほら、いや当たり前だよな、そんなもん、ね、うん、イエーじゃねえって話だしさ。あ、そっか。イエーって言ってコロナになったら世話ねえわけだろ。全然イエーじゃねえんだからさ、だから自粛するのも当然だしさ、うん、だから決まっちゃってたライブ走り出しまっても止めらんねえのも現状だろう。そんなの金かかっちゃうんだからさ。そうなんですよ、うん、だそこをどうしようかなって悩んでるんですか。それはそうだよな、やっぱな、漁師が魚取れないと困るのと一緒だからな、うん、そこは、うん、どうしたらいいんだろうなってね。ああ、うん、まあどうしたらいい、そうね、うん、逆にバーパーはどうしてるんですか。困ってるよ、あ、単純に単純に漁師が、ね、漁師それ一緒です。魚取れねえから、魚取れねえからどうするっていう話だもん。、うん、困ってるもん、医者頑張れって話だもん。あ、まあそうっすか。そうそう、でまあほらね、例えば中国人一番最初の段階で止めとけっていう話がやっぱあるんじゃない、うん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 、まあ今さら言ってんじゃねえって話だし、狂い歯入りしてきちゃってるわけじゃない、狂ったみたいに中国人来てるから、その後に今止めてるみたいな感じですもんね。そうだね、だそこはだからちょっと遅かった感じもあるけど、でもこの前聞いてちょっと笑ったのが、中国人のコメントが、まあ、多分その街頭インタビューとかなんだろうけど、はい、まあ、日本人ちょっと中国に来ないでもらっていいですかみたいな、中国人が言ってたっていうのは笑った。逆にね、それは逆にです。逆だな、だからよく考えてみたら別にその中国人はさ、コロナにもかかってなくて、まあ中国で普通に生きてた中国人だろうからさ、うん、まあ今日本で蔓延してるわけだから、日本人ほんと来ないでねっていう気持ちはまあその個人としてはわかるよ、でも中国全体として捉えるとこのクソッっていうね、どうもっていう。なんかその中国人も別に悪気ないよ。悪気はないですよ。純粋に怖いわけです。そう、そいつがなりたくないだけなんだけど、なぜか中国人っていうだけで中国全土的に回る。その民族的に考えられちゃうっていうのが変わる。まあまあそうですよ、ね。世の中でもそういうもんかもしれないですね。中国人見ただけでムカついたりはしないけど、まあ中国人でやったらガン見してるんだ。え、マジっすか。そうそう、あんまり、あの近くのタイ料理屋があってさ、タイ料理屋行ったら中国人が、俺が入店してきただけで見るわけ。入店するだろそんな。なんでお前入り口から入ってきたのか、それはお前一大事みたいになってるんだけど、話でしょ。入店するためにあるとわから、入店してきただけのやつを、事件があったかと思うで、なんでそんなうるさく開けてねえぞって思って、じゃあもう俺が席に着くまでこうじっくりこう席までこう追うわけよ、この目で。で、なんなら俺が座るとき目線がこうで、席だけ見てくんだよ。完全ロックオンじゃないですか。ロックオンだよな。ほんで不安になったわけよ、その席について。なんか中国でいけないマナーをしたのかなと思って、まあ、Google でこう中国人見るっていうふうに検索した。そしたら、まあこうね、Yahoo 知恵袋が出てきて、今中国人は人の顔をじろじろ見ますけど、あれは何なんですか、習慣なんですかみたいな。そしたら、まあ中国では興味がある目立ったものを面白いと思ってそれを見るってことは何にも罪悪感はないんだ。ただ中国人は見られるのを異常に嫌います。って書いてあって、でも実はそれもヤフーチェーブルでさ、そいつ何てやつか知らねえけどさ、まあチンってやつにしとこうよ。中国人全般のことを言ってんだけど、だチンに当てはまるのかはよくわかんないけど、まあそんぐらいしか俺中国人のその内情知れないからな。じゃあまあなんか面白い顔してたとか、ヒゲが生えてたとかで見てんだなと思って、だけどこいつ見られると嫌なんだよ。ムカついてきて、ずーっと俺はタイ料理が出てきたもん、そいつを見てて。
眼を飛ばすんですか、それは。あ、だからやっぱここにらんじゃったら負けだから無で、無で見る。いや、ほんと信じらんねえぐらい反らさないんだよ。わかんないよ、中国人が全員反らさねえよ。チームはほんと反らさなくて。でもさっきのコロナの話と一緒ですね。だからそれ要はその本人たちが発祥の地なのに、うん、日本人ちょっと来るなみたいなの話にちょっと通じますよね、今の話は。違います、ちょっと通じないヤフー知恵袋対応で俺はすごいムカついちゃったけど、別に真の気持ちをそこには書いてないのに、こいつの解説として見てるっていうこととしてはつながってること。中国人全員が言った意見じゃないのに、中国人の総意として日本人がその意見を捉えてるっていうのと似てるかもしれない。落ちましたね。落ちてない、説明してない、お前が理解してるから、ただ説明してるだけ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。